こんにちは。膣の取説を書いた原田純です。今私は元築地市場の近くに住んでいるんですけれども、よく行くなんかスタンドみたいな喫茶店があって、250円で一杯コーヒーが飲めるので、そこでお買い物に行って時々休んでいるんですけど、そこで銀座100店っていうタウン誌があって、その中にちょっと面白い記事があったので、今日はまずそれを紹介させていただきます。その後でリクエストがあったので、女性器の洗い方についてちょっとお話しさせていただきたいと思います。その銀座100店の2021年6月号になるんですけれども、その中でこれまでに出会ったいい男あまよの品定めというタイトルで、吉井和子さん、藤井真奈美さん、関陽子さんが女性3人でおしゃべりをしているんですね。で、吉井和子さんが86歳、藤井真奈美さんが83歳なんですけれども、どういう男がいい男かっていう話をしてて、具体的にあの人がいいわ、いやこの人がいいわっていう話をしていて、それがとても面白かったので、ちょっとご紹介させていただきます。要するに、いい男はイケメンではなくていい男っていうことなんですけれど、具体的にいろんな人の名前が挙がってて、すごい昔で、若い方はご存じないかもしれないですけれど、ジャン・ギャバンとかジェラール・フィリップとか、あともう彼も90歳ぐらいになるのかな、ミッキー・カーチスさんとかで、若いところでは役所広司さんとか、羽生結弦さんとか、そういう最近の若い人たちの名前も上がってて、大谷翔平選手なんかも絶賛されていて、あと稲垣吾郎さんね。で、とにかくチャーミングな男が可愛いよねっていう話をしているんですね。顔は綺麗なことに越したことはないけど、清涼感のある人で、なんか汚れのない人がいいとか、まあ男も80近くなると汚れがないと言ってもなかなかなとは思うんですけれども、とても面白く読ませていただきました。3人とも80歳を超えてるわけですけれども、やっぱりあの男がいいわとか、いやあの男がかっこいいわとかって言える女性は素敵だなと思いました。今は早稲田大学名誉教授になってる武田誠司さんという哲学者がいるんですけれども、そう、私がいろいろ教えていただいた方なんですけど、モテるのは悪トゲ影っていう話があって、なんかどっかに悪いところやトゲがあったり影があったりするのがモテるっていう話を聞いたことがあります。面白いなと思って聞いてみました。男の品定めっていうのは、割と普通に女性の友達同士で話せる話なんじゃないかと思うんですね。で、なかなか性の話とか下の話っていうのはしづらいと思うんですけれども、最初にこういう男の品定めみたいなことを女同士でして、それからだんだんその性の話みたいなところに話ができるようになっていくんじゃないかと思うので、ぜひ皆さん女同士で男の品定めやってみたらいかがでしょうか。続けては、女性器、女性の、外性器ですね、外から見える部分の洗い方についてお話してほしいっていう話があったので、それをちょっとお話します。ここに図を書いてもらったんですが、膣口の一番外側になりますね、ふっくらした部分が大陰唇で、次にそのビラビラとした部分があるのが小陰唇になりますけれども、基本的に若いまだ要するに体液とかかなり出るような人は洗浄剤を使って洗った方がいいですけれども、私たちぐらいの年になるとそんなに体液も汚れもあまりないので、普通常ならお湯で流すだけで十分だと思います。普通の石鹸は使わずに、女性器専用の洗浄剤が今はたくさん売られているので、そういうものを使って洗ってください。なんでかっていうと、石鹸っていうのはアルカリ性のものなんですね。で、膣の中にはデデルライン換菌というのがあって、
それは酸性のものなんです。で、その酸性であるために膣などはその細菌の発生を抑えたり、外から入ってくるその細菌を殺したりすることをしてくれている、レーデルライン換気という非常に大事な菌が住み着いているんですね、膣の中には。で、それを殺さないためにはアルカリ性の洗浄剤は使わない、つまり普通の石鹸は使わないでください。で、次に洗い方なんですけれども、まずざっとこう洗うんですけれども、卵陰唇と小陰唇の間、それから小陰唇と膣口の間っていうのがあるんですね。ここをちゃんと洗ってください。で、クリトリスは、陰核包皮っていう皮をかぶっている状態なので、これをキュッと持ち上げて、そのこの皮の下のところもきちんと洗ってください。で、膣の中は洗わないことで、私は肛門の周りだけは軽く石鹸をつけて洗っていますが、基本的に私はオイルケアもしているので石鹸で洗うことはしていません。お湯で流して、肛門のあたりだけ少し石鹸つけて洗い、あとはオイルで塗っているので、オイルはその洗浄効果もあるので、それだけで私は普段は済ませています。でも中にはその前にこれは理学療法士の方から聞いたんですけれども、ちゃんと洗えていない女性がかなりいると。で、今トイレットペーパーがすごいなんか安物になっていて、その排尿した後に拭くだけでその外陰部に髪が残ってしまったりするんですね、ティッシュは。で、それがもうすごい詰まってるようになってる女性もいるっていう話を聞いたことがあります。ですので、お湯ではきちんとその表面だけじゃなくて、そのひだの中も、膣を除いてひだの中もきちんと洗い流してください。クリトリスもちゃんと包皮を持ち上げてきれいに洗ってください。で、使うのはアルカリ性ではない洗浄剤です。女性器専門のそういう洗浄剤が今売られているので、そういうものを使って洗ってください。若い方はそういうものを使用すればいいと思いますけれども、私ぐらいの年になったらもうお湯で洗い流すだけで十分ではないかと思っています。大切なところなので、きちんと洗い、洗いすぎてかえって乾燥させたりしないようにみんなで注意しましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。